7番ヌネキが現在3番手から2番手付近。さて7番ヌネキですが、内4番吉川を封じ込んでいます。9番長尾先頭、2番と2番の窓場、そして3番手以降並んでいきますが、アウトから7番ヌネキが上昇。9番の長尾が飛びついていくのか引いていくのか、一旦引いていきそうだ。金がいった。押さえて7番ウネキが先頭ですが、今度は後方4番吉川を踏んでいます。前から7番ウネキがペースアップ。4コーナーから直線コースへ行きました。さあ前から逃げの体勢が7番ウネキ務む。2番手1番の水本、5番の山本が3番手。このアウトを強引まくる4番吉川ですが、現在4番手苦しくなった。さあ今度は後方から9番長尾踏み込んで、2コーナーから最終バック。長尾がまくり上げて、現在5番手から4番手、前は飛ばす7番のウネキ、2番手が1番の水本、まくる9番長尾、現在3番手から2番手、4コーナーから直線。先頭7番のウネキ、この2番手から1番の水本ですが、7番ウネキが逃げ切って合理。日派から争いがどうか。6番の伊藤がすっと踏み上げて4番手から3番手。さて6番の伊藤、馬沢内、5番の松岡を封じ込んでいます。前9番高倉ピッチを落としていく。今度はアウトを8番の細田が上昇して前を抑え込んでいます。抑えて8番細田純平が先頭。アウトを6番伊藤がスパート打者を迎えます。さあ金を聞いて叩き返して、6番の伊藤が先頭、番頭2番の赤松、このインコース8番細田が引いて、アウトコース5番の松岡スパート。レースはこれから最終周回。さあ突っ張る6番の伊藤ですが、アウトコース5番の松岡慎之介、5番の松岡、6番伊藤が踏み合って、最終周回1コーナーから2コーナー、ここでできて5番の松岡先頭、番手1番の本村、そして切り替えて2番の赤松が3番手で最終バック。さあ先頭粘りはどうか、5番の松岡慎之介、この番手絶好が1番の本村、3番手を離れて2番中松直線コース。セット5番の松岡、番手1番本村、本村高文差し切って合理。1番5番9番です。残り2周を迎えて、後方から5番の高山が上昇。前2番の江端が突っ張っていく。さあ2番の江端、5番高山が踏み合いますが、内2番の江端が突っ張る。アウトを強引に5番の高山が踏んでいく。さあ彼の前から踏み合いますが、アウトを5番の高山、因果2番の江端、打者を迎えます。金を聞いて抑え込んで5番の高山が先頭、2番と3番橋本、このインコースから盛り返す2番の江端ですが、さあ番手5番高山が待って、レースはこれから最終周回。先頭を逃げる2番の江端ですが、この2番手に5番の高山、それから3番橋本、3番手後ろ8番藤田が追走して、最終周回2コーナーからバックスイッチ。さあ後方からの仕掛けはどうか、番手から5番高山が踏んでいます。番手まくって5番高山が先頭、この2番取っていくのが2番の江端になった。アウト3番橋本苦しいか、後ろから6番ワニブチ踏んで直線コース。セット後ろ離した5番高山雄介が独走です。2着争い、6番ワニブチが追い込んでゴールです。3着争いがどうか。その渡辺からすっと上昇して4番手から3番手。さて8番の渡辺ですが、一旦前まで上げていくのか、いやここはうち1番山田純也を封じ込んでいます。4番高平が先頭、そして中段アウトから8番の渡辺がサイドスパート。4番高平が引いていく、打者を迎えます。抑えて8番渡辺が先頭、2番手3番佐藤、6番有馬3番手、
4番高平引いて中段、1番山田純也は後方7番手で4コーナーから直線コースへ向きました。ここで後方から1番山田が一気にかましていった。前8番渡辺が突っ張っていく。さあ8番渡辺、1番山田が踏み合いますが、山田がまくって現在2番手、これを持っていく3番佐藤成人ですが、アウトコース1番山田純也がまくり切れるか。前8番渡辺加えて最終バック、8番渡辺、1番の山田が踏み合いますが、アウトコース1番山田、インハートラッシャー。8番の渡辺が突っ張って直線コース、8番渡辺が先頭、1番山田純也、2番の井出武史が突っ込んで終わり。2番8番です。後方から7番の大石が一気の上昇、前2番の桜井が突っ張っていきますが、アウトコース早くも誘導をかわして7番の大石が先頭、2番の桜井が引いています。前は一旦流して7番大石先頭、2番手3番西郷、8番坂井3番手打者を迎えます。そして2番の桜井が中段、1番木村は後方7番手、縦1列でジャンの2センターから4コーナーです。ここで前からグッドペースアップ、7番大石高春が今日も先行勝負、2番手3番西郷剛、8番坂井が3番手、2番の桜井は中段4番手、1番木村後方7番手で最終周回2コーナーからバックスイッチ、4番手2番の桜井がまくっていった、まくって現在3番手から2番手、これを張っていく3番西郷、インコース切り込む5番の上田ですが、さあ粘る7番の大石、これをまくるか、2番の桜井優太、4コーナーから直線、粘る7番大石、まくった2番の桜井、2番の桜井、2着争い接戦でゴールインです。2番5番3番か。7番手4番大都市が一気の上昇、前9番佐々木が突っ張っていきますが、引いていくのかどうか。さあ9番佐々木が若干突っ張りますが、ここで一旦バックを踏んでいます。抑え込んで4番大都市が先頭、2番立花中井、6番梶原3番手、7番樋口が切り替えた、9番佐々木が引いていく打者を迎えます。前はピッチを落として4番大都市が先頭、そして9番佐々木ですが、後方8番手まで下げ切りました。ジャンの2センターから4コーナーです。ここで前からグッドペースアップ、4番落とし公平の主導権、さあ8番手から巻き返しに行った9番佐々木豪で最終周回1コーナーです。逃げる4番落とし、番手が8番中井、6番梶原が3番手、さあまくり上げます9番佐々木ですが、現在6番付近苦しいか。この前から5番長尾まくって最終3コーナーです。さあ長尾まくって現在3番手から2番手、これを張っていく8番中井ですが、先頭4番落とし待って4コーナーから直線、4番落とし先頭、5番の長尾、1番坂本先頭でゴールイン、あとは9番佐々木が突っ込んだか。抑え込んで4番立川が先頭、コロインが5番の伊豆谷ですが、さて並走が続いて残り2周の1コーナーから2コーナーへと向かっています。アウトに4番立川和成、インが5番の伊豆谷元気、内5番伊豆谷が突っ張っていくのかどうか。ここで4番立川前を抑えてレースは打者を迎えます。抑えて4番立川が先頭、そして5番の伊豆谷が一旦5番手まで引いています。ジャンの2センターから4コーナー、ここで5番手山おろし、5番伊豆谷が一気にかましていく、前4番立川突っ張っています、4番立川5番伊豆谷が踏み合いますが、ここでできた5番伊豆谷が主導権、このマークを1番原、7番の篠塚3番手までできた、そして4番と4番立川追走して2コーナーから最終バック、
先頭かました5番1番元気このマークぴったりが1番原真二7番篠塚光一が3番手4番手4番立川車間相手水槽4コーナーから直線先頭5番1番にマーク1番原真二1番原真二番手抜け出してゴールインです。2着争いどうか。まずは7番手8番の相沢から動いていきそう。その相沢から上昇。さて中段ちらっと後ろを見る1番の鈴木ですが引いていくのかこのまま粘っていくのか。3番手以降並走になっています。3番加藤が前で待って先頭そして中段以降が並走続いていく。レースは打者を迎えます。前は誘導って3番加藤が先頭このまま突っ張っています。そして3番手もつれますがインコースから1番の鈴木アウトは8番の相沢でレースはこれから最終周回。さあ突っ張る3番の加藤を強引に踏んでいく8番の相沢ですがさあ8番相沢3番加藤を踏み合って最終周回1コーナーから2コーナーです。1番の鈴木は現在3番手さばいて2コーナーからまくっていった。さあ1番の鈴木はまくり上げますがこのまま9番藤原が食い下がっていけるかどうか。最終3コーナーです。まくって1番の鈴木が先頭を追ったのが3番加藤6番10直線コース。1番鈴木健太郎が後ろをちぎった2着争いですが4番の茂木かあるいは9番藤原。残り2周赤番の方へ7番小野が引いていくのかそれとも5番中西の後ろを狙いに行くのか。残り2周の1コーナーから2コーナーへと向かっています。2番の森川が前で待っています。そして中段アウトから5番中西が上昇マークは3番にしようか。中西先頭打者を迎えます。彼で踏み上げて5番中西が先頭番手3番にしようか。8番西本3番手4番と7番小野と2番森川が並走ですがアウトから7番小野が踏み上げていくのかどうか。レースはこれから最終周回です。先頭先行勝負5番の中西大2番手が3番にしようか。3番手は8番西本コラウトを7番小野が踏み上げますがさあ現在4番手並走続いて最終バック先頭粘りどうか5番中西大です。この2番手車間を切っていく3番にしようか。まくる7番後の8番西本がブロックして4コーナーから直線セット5番中西番手3番にしようか。西岡が差し切ってゴリ3番5番8番か。残り2周を迎えて中段から9番中井あるいは後方から8番掛水ですが8番掛水から動いています。そして中段9番中井が一旦様子を見る感じ前7番桜井が引いていくのか突っ張っていくのか。残り2周2コーナーからバックスレッチここでアウトコースを8番掛水が上昇7番桜井突っ張る打者を迎えます。金で抑え込んで8番柿水が先頭この2番手もつれますが5番の菅原2番手をキープ7番桜井4番手に交代です。そして後方9番中井がかましてレースはこれから最終周回逃げる8番柿水ですがこれを踏んでいく9番中井大輔さあ9番中井ができていきそうしかしこのマーク2番の渡辺トムが騒かれて番手には8番柿水はまっていく2コーナーから接種バックできて9番中井大輔先頭ですが追ったのが8番柿水になった。あとは5番の菅原明が3番手3番飯田4番手4コーナーから直線コースへ向きました。窃盗9番中井大輔後ろからは8番柿水5番の菅原突っ込んでゴールインあとは3番飯田裕二か。
まずは後方9番堀内が一気の上昇、現在3番手から2番手、前7番吉田を封じ込んでいます。内7番吉田が若干突っ張りますが引いていく。抑えて9番堀内が先頭、番手3番平沼ですが、今度はアウト、4番松原がスパート。さあ飛び出して4番松原先頭、打者を迎えます。彼で飛び出して4番松原先頭、番手2番の三宅、6番国武が3番手、4番手が9番の堀内、7番吉田が後方7番手になって、レースはこれから最終周回。さあ4番手から9番堀内踏み上げますが、この後ろは離れています。暖気でまくり上げて9番の堀内、現在2番手、一気前捕まえていきそう。さらに後方から7番の吉田がまくっていきますが、1番山口富雄が食い下がっていけるかどうか。最終バックできて9番堀内が先頭ですが、これをまくったのが7番吉田敏弘、追ったのが2番の三宅慎で、4コーナーから直線セット、後ろちぎった7番吉田敏弘、2着争い2番の三宅慎が追い込んだか、あるいは9番堀内か。